こんちゃ相変わらずテンション高い。いや、お久しぶりです。お久しぶりです。ご無沙汰します。ケンゾーです。ケンゾーさんです。いやー、やっちゃいます。やっちゃいましょう。話早いんだよな。あのまま引き下がるわけにはいかないでしょ。前回ね、あの大井で回収率対決やって、はい、それをもう一回バトルをしようと。バトルは、はい、だって大勝さんも、ええ、だってあれ確かお互いマイナスでしたもんね。 100% 超えてないですよね。あのまんま勝ちってのも嫌じゃないですか。確かに、はい、終われないですね。なんで気持ちよく、そうっすね、若干泥仕合感があったんで。いや確かに、あの2連続多いっていうのどうなんだろうと思ったんですけど、確かに 100% を超えてないんで、そう、どっちかが 100% いくまでは同じ下層っすね。そう、はい、そうしていきましょう、はい、あ、いいことを思いつきましたね。で、卓上を制覇して、そうですね、全国制覇。全国制覇。いや僕ちょっと勉強してきたんで、はい、いろんなとこ合宿されてたんで、ずっと動画で拝見してました。いや、もうだからもういろいろ行きましょう。行きましょう。今後のためにも 100% どっちか超えて、今回頑張りたい、ね、どっちかがボッコボコに倒しましょう。了解です。ということです、はい、2レースか3レースぐらいからやっていきましょうかね、うん、回収率対決で、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、大井の2レースからなんですが、はい、ここに着いたのが、まあ、3分前ぐらいで締め切りの、はい、普通ならやらないんですよ、はい、何も見てないです。普通ならやらないですよ、はい、だけど大井競馬場ってめっちゃいいのあるんですよ。そう、めっちゃいいのあるんですよ。あのこれ運試し投票カードっていうのがあって、3連単を適当に買ってくれるんですよ、自分が選んだ点数だけ。ということで、あの僕は5点。そうす、馬券可愛いですよね。そうですね。なんか運試し、俺には見える万馬券。どんな感じですか。14と1がまあまあ入ってる感じです。なるほど。僕でも14そんな入ってないんだ。これなんかどういうので選んでるんですかね。どうなんでしょうね。売れてないってことかなのかな。いや、完全にランダムですよね。あ、オッズを見てみますか。一番人気何番ですか。一番人気は、10番ですかね。こんチディナーミーテ10番は、あ、2通り入ってる、頭で言いますね。頭でしかも14が2 2、これ割とあるかもしれない。14、7あるかもしれない。でもこういうのじゃないと当たんない可能性もありますからね。2歳戦ですから。どうします、今日1日やってこれしか当たってなかったみたいな。11の絡みはないぞ。これ買っちゃうな。はい、ということで、3レース、はい、ショート数ですね、新馬戦6頭ですかね。6頭、はい、ちょっとどっちからいきますか。じゃあ僕からいきます。はい、2頭がいいなと思ってもらって、はい、もう絞りどっちって優越つけられなかったんで、1番2番いいと思った2頭軸のマルチで3連単です。全流しで、全流し。うわ、なるほど。で僕はもう、はい、まあ、結局人気なんですけど3がいいなと思って。あ、3から行ったんですね。だけどまあそうですね、3から行ったんですよ。その3から1、2をされた1着流しで、でもちょっと暴れてたんですよね、パドックが。そう、暴れてたのが気になって、2着付けでその1、2、4から馬単500円ずつ。ああ、なるほど。そうですね、もう3が飛んだらしょうがないっていう感じで、うん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 、3頭1、2とかだったらお互い笑える可能性があるってことですね。いや、今日はもう笑うのどっちかですか。いいじゃないですか、深いで笑って。まあまあまあ、でも勝ち負けつけたいですからね。頑張りましょう、頑張りましょう。頑張るの馬ですけどね。頑張るの馬ですけど。さあ、怖いな、しんません。あっ、でも、あ、でも、まあ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 、まあ、現在最高峰で、あ、3、いいぞ、走っちゃうね。2番手からは4番のグリム
こと高校少年です。後ろは高梨1番のテケンピリー、前の3頭が横に広がります。一橋内田で4番手のインコースまで巻き返した1番手1番手高梨2番手1番手1番手車式しんがりを追走しています。6頭、先頭からしんがりまでで3馬身から4馬身くらいの圏内に詰まって各コーナーのカーブに向かっていきます。先頭3番のアミダメンチョウのスピードは1馬身をやや広げています。2番手から4番のグリメトボト3コーナーのカーブに入っていきますが、その外ぴったり並んでいく4番のスピケンビリー600の標識を通過しました。1馬身まで1番のフリーズワンダー、外を通って2番の5番のチカレ、枠から少々は離れました。5番のウルバチュー、シンガリオスリット前の4コーナーをカーブ、6垂れてくれ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 、外から1番スピンビリー、その内側外にもかかります。うわ、ラチバチャすごい。さらには続いて1番のインスパッターを持って、1番手が横に下がって前のスパッターが来て、2番手が横に下がって、1番手が横に下がって、2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 番手が横に下がって、これうまいっすね。これはうまい。あ、しかも2位頭だからつきますね。結構つきますよね、美味しいやつが。あ、2位かちょーれよし。え、粘ってるよなこれ。いや、大丈夫、大丈夫ですよね。こっから見てたら、え、ちょっとちょ4刺したら話違うよ。え、ちょっと待って。ちょっと待って、残り、ちょっと、いや、これ、いや、鼻出てる、鼻ちょっと際どいですね。え、際どい、チョレイが消えるぞこれ。消えチョレイしますよ。消えチョレイしますよ。ちょっと待って、いや、残ってますよ。いや、めっちゃ気になった画面、最後スローで見たら、え、絶対刺されてないと思ったレベルだったのに、あんな気になったんですね。やな予感がする。なんだよ、あんだけ大声で喜んで。あの、今見てる画面越しの向こうの方は外れてるはずや。チョレイ消えろって思いながら、多分。いや、こないだ、あと競馬場で声かけてくれたお父さんにも言われたんですよ、はい、おしゃっさん、当てないでくれよって、外れてるとこがいいんだよって。いや、そうなんすかってなってもう、ね、なんか気が楽になると同時に、なんかなんだろう、複雑な、いや、僕はもうめっちゃ当てたいんで。あ、でもだろう、あ、決まった、関係でもないんだ。そうですね、よかった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 よ。お父さんごめんなさい。外れた方がいい、お父さんごめんなさい。お、いいです、 18.5倍、すごい。これはあざます。ゲート開いた瞬間、ボンボンって今この先頭におしゃさん行きましたね。朝はスタート決めました。第4レース、はい、4レースじゃあ次僕から行きたいと思います。交互に行きますか。正直絞れなかったというか、はい、もう、決めきれなかったんで、もう3連複で、もう6811から6811、6811、2346811、1415、まあ、一番安いのが来るともしかしたらガミルかなぐらいですかね。なるほど、うん、3連複、3連複どちら。僕はまあまあアナリス単勝率41倍の的場さんの14番、単勝比較的、あ、ワイドですね。うわ、14から、はい、うわ、入ってんだ。で、比較的前に行く馬が少なかったんで、ああ前目で成績いい、ちょっと外ってのがネックですけど。うわー、でも来たらでかい、来たらもう来たらでかい、勝てないかもしれないこれ。来たらでかいです。これ勝てないぞ、これ来られたら。いや、でも的場さんあるからな、全然。馬券に全然人気ないですからね、ジョーさん。うわー、スタートでかい。バラバラ4番か、このまま先手を主張します。ここから外から、あ、的場さんいいっすね、的場さんいいっすね。あ、でも、あ、これあるぞ、的場さんあるぞ。あるぞ。
岡田さんが前行くときついからな。この後ろから5番のオスマニア、あとは固まって1番バルカローラ、ここから7番のギオカイスーパーインター、ジョークは14番全然人気がないところですね。前は14番のバイヤーバスの先頭、さらに下がらく10番モーグルキッチ、5番のローサーニア、この辺り3番手中段、マシマさんとかが絡むとちょっと嫌なんですけど、ね、あとは中段番手、13番ベアーレ、並んでいく12番のボルファリオ、高校生の一角、1はそっか入れてないですもんね。それから15番のジュンコリドール、ヒントを捉えました9番のエイブリッチマン。いやー、飛ばさん、これ来るかこれ。あるぞ。いや全然やぞこれ。もうダンスしてないですからね。あ、でも、え、これ、なんだ、横、なんか、8だ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 、8841、マシマさん814。うわー、もううわー、取ってる800円。うわー、おめでとうございます。くーそれ、うわー、114も、あ、114もだ、そうだ、ワイドだった。ダブルドリー、いいなー、すごい上手、すごい、うわ、うまい、これはでかいぞ。これはでかいかわからない。いや、これはつきますよ。だって1と14とか。そうですね。これはやばい。これはやばい。マジでやばいぞ。これマジでやばい。うま。これはうまい。やば。しかも3連覆こんなつくんですか。本当だ。ちょっとマジ。3連覆こんなつくね。うわー、悔しいし、うまいし、あざす、うわー、ゲゲゲ、いい勝負、めちゃめちゃいい勝負。うわー、悔しい、これ1位、マシマさん。じゃあ、ゴールです、ゴールです、お願いします。ドン、8軸の人気どこ相手の全流しの3連覆です。なんで、が見る可能性も十分あります。確かに。なるほど。はい、なるほど。僕は、10のスピードボンバーから、この服ちょっと広めに、1、2、3、5、6、7、12、14に馬服で。ほうほうほう。で、3連服を、10から3、7、14から、今、馬服の相手にしてたとこですかね。あー、なるほど。1、3、5、6、7、12、14、ダブル乗りも十分。うそうですね、まあ、めっちゃ迷いました、僕も10番と。いやー、8入れてないな、私。お、どう、誰、よし、しゃ、的中回数は、何これ、何これ、何これ、嘘でしょ、こんな月出てないでしょ、何これ、何これ、どこに、いやいや出てないよ、え、これちょっと、これ何、やっちゃ、おい、やってんな、おい、やってんな、なんだ、なんで月出したんだ、何それ、え、やってんな、今のやってんな、え、どこだよ。そんな満月探してましたもん。ゲート1完了。あ、的場さんで遅れた。あ、的場さんか。あ、そしたら。あ、かかってる。スバちゃんはどこだ、スバちゃん、スバちゃん。
か、それで、スマちゃんもいいとこいるよ。スパチャマ、よし、まあ、10番めちゃめちゃいいとこいますね。スパチャマ頼むよ。この組み合わせは万馬券です。うわー、いいな、すごいなこういうのよ、こういうの買いたいけど4500円は買えない私には乗ってるな。いや今日ちょっと乗ってますね。バトル形式やめりゃよかったな丸乗り形式にすりゃよかったな丸うわでけえやばでかうーはーすごい。これはビッグチョレイ超えましたね。2万2万超えましたね。わあそんなになんだ。うわおすごい。このまま行きますよこのまま行きますよくっそー今回は3部構成かな見どころあって切れないぞ。めちゃめちゃありますね3ですから始めて3、4、5ってどっちか。そうなんですよ。今のところ1列もうここに一区切りですよここに一区切りです本当にすいませんね1日の撮影で3本も作っちゃってすいませんねそれかこの後全部ダイジェストになるかもありがとうございます。ありがとうございます。すげえこれやべえやばい攻めないとやばいぞ攻めないとやばい。でも攻めて外れるドツボにはまるパターン。あれ一番痛いやつ。うわあ、これプレッシャーだな。大井競馬場さん、すいませんでした。疑ってすいませんでした。満月出てました。めちゃめちゃ綺麗な満月出てました。ちょうどこの向こう、よ真横であったんですね。僕たち、多分汚れてるんですよ。そうっすね。あれを今まで見たことなかった。確かに、そしてそれを疑っちゃうっていう、本当に大騒ぎしてましたね。これやってんなーっつってめっちゃ性格悪いいやもうめっちゃ綺麗ですよ。めちゃめちゃ綺麗ですよ。空撮るわ空カメラマンさんどうぞ。カメラ落ちたら伝わらないだろうけどこれこれですからね。綺麗ちょっと反省します